私は婚活コンサルタントの松尾千恵と申します。これまで10年間婚活支援を行ってきました。累計ですと男女3万人以上の恋愛心理を分析しております。今日はこのような内容についてお話ししていきたいと思っております。いつか結婚したいと思いつつ婚活に戸惑う理由とは。これまでたくさんの方々の婚活の相談に乗ってきましたが、皆さんたくさん悩みを抱えています。例えばいいと思える異性がいない、結婚するというイメージが湧かない、それに付随して他人と暮らすという想像ができないとおっしゃる方もいます。またはですね、今の自分で結婚できるのか自信がないとおっしゃる方もいます。皆さんいつかは結婚したいと思っているものの、結婚したいけれども、でもいざ婚活するとなると戸惑うといった事情が見えてきます。いつか結婚したいと思いつつ戸惑う理由には、皆さんそれぞれにいろいろな事情がありますが、もう少し分かりやすくこのようにまとめてみました。おそらくなんですが、結婚したいと思いつつ戸惑っているその皆さんの事情をイメージにすると、結婚したいだけれども結婚できる自分になるにはすごく高い到達基準があるのではないかな、そんな、気がいたします。結婚したいけど今はまだ難しい、そう思っている時に自分磨きをしようと、もっと結婚できる自分になるために努力しようと、それ自身とても向上心があっていいことなんですけれども、今度その自分磨きをすると別の足りないところが気になってきてしまう方もいます。そしてまた自分は結婚したいけれどまだ足りない部分があると思って、その不足部分を埋めようとしてずっとその自分磨きをし続けてしまうといったことも起こり得ます。一体いつ結婚できるんだろう、いつ自分は現実的に結婚できるのかなというところで、なかなか見通しが立ちづらいんじゃないかなと思います。そこでちょっと視点を変えてみることをお勧めしています。今の自分のままで結婚できる可能性を考えるというものです。今の自分、今の本当に等身大の自分のまんま二人暮らしをしたとしたらどうなるだろうかというところでですね、考えてみるといいんではないかなと思います。なかなかその結婚したいけど結婚しているイメージが湧かない、二人暮らしのイメージが湧かないっていうところは、多分そのイメージできないっていうところにすごく不安を感じると思うんですね。ですのでイメージできるところを起点にしてまず考えるっていうところを、そこから二人暮らしというものを考えていくと、今の自分のまま結婚できる可能性っていうものにうんと近づくんではないかと思います。では今の自分のまま結婚できるとはどういうことなのでしょうか。それはですね、当たり前の日常生活を起点に未来を描くということです。例えばですね、朝起きてから夜寝るまでの一日の時間というものを皆さんにまずは描いていただきたいと思います。本当にこれはですね、毎日の日常生活、朝起きてから寝るまでどんな風に自分は過ごしているんだろうかというものを改めて言葉にしていただければと思います。そして自分の今の日常の生活を、これがですね、もし2人になったらという風に、自分の生活の単位を1人から2人に変えて脚本家になったつもりでストーリーを組み立てていきます。そんな、なんかいきなり言われても難しいって思われたかもしれません。でもですね、ステップバイステップでできるようにこの後実践方法を皆さんにお伝えしていきますので、ぜひ安心してこの先も聞いていただければと思います。理想の暮らしでデザインする2人の未来ストーリー実践編をお伝えしていきます。ここから先はですね、実際にノートに書いて行っていく形式にはなりますが、今もし手元にメモするものがなかったとしても動画だけをこのままご覧いただいても構いません。ご自身の実践しやすい方法でここから先をご覧いただければと思います。ではですね、まず最初にエクササイズです。理想の暮らしでデザインする2人の未来ストーリーなんですけれども、まずですね、皆さんにイメージしていただきたいことがあります。将来どんな人と結婚したいと思いますか。
相手に望む結婚相手の条件を3つご記入ください。どのような条件でも構いません。でもし、今何かメモできるものがあるのであれば、ノートや、PC、スマートフォンのメモ機能などを使って、ご記入いただいてもいいかと思います。例えばですね、食の好みが合うとか、笑いのツボが合うとか、誠実な人とか、一緒に高め合える人がいいとか、まあ、そういったことですね。どういったものでもいいので、3つご記入ください。はい、皆さんご記入いただけましたでしょうか。ここでですね、ちょっとご覧いただきたいものがあります。こちらはですね、既婚者が選ぶ現在の結婚相手を選んだ決め手は何でしたかというリサーチがあります。これがですね、男性と女性それぞれあるんですけれども、男性はですね、1位リラックスできる、2位誠実である、3位優しい。女性はですね、1位が優しい、2位リラックスできる、3位誠実であるという、条件が上位に並びました。皆さん、こちらを見てどのようにご覧になりましたでしょうか。一言で言うと、これはズバリずっと一緒にいたいと思えるかどうかが、決め手になったのではないかなというふうに、感じられます。結婚したいと思っても、結婚できる能力、魅力を兼ね備えているだろうか、不安に今まで思われた方もいらっしゃるかもしれません。でも実際には、この既婚者が選ぶ結婚相手の決め手というものには、とてもハードルの高いもの、項目はあまりないんじゃないのかなというふうに思います。ですので、結婚するっていうことは、思った以上にそんなにハードルの高いものではないのかもしれない。もっと自然体で考えていいのかもしれない。そんな風にこのリサーチから感じていただけたらいいかなと思います。それではですね、2人の未来ストーリーを作るにあたって、まずはですね、自分自身の生活というものを振り返っていくということをやっていただければと思います。これは普段の生活を振り返る一人暮らし編と書いておりますが、まあ、一人で生活している方でも、ご実家で家族と暮らしていたとしても、どちらでも構いません。何をして過ごしているのかを書いていただければと思います。朝から正午の過ごし方、朝は何時に起きて、どんな風に食事の支度をして、そして、会社に行くといった本当にシンプルな書き方で構いません。そして正午から夜の過ごし方ですね、ある平日の一日を自由に書いていただければと思います。箇条書きで結構です。続いてはですね、未来の暮らしを作る2人暮らし編というところです。2人暮らしということで、もし結婚して2人暮らしになったら、ちょっとここから先はですね、想像力を働かせて脚本家になったつもりで書いてみていただければなと思います。でもしなかなか自分の中で、まあ、いきなり言われてもっていう戸惑いもあるかもしれません。でそんな時にはですね、過去にご覧になった映画や小説、あるいは、お友達夫婦など、こういう夫婦ってすごく理想的だなという、皆さんの周りにいらっしゃる理想の夫婦像というものを頭に浮かべて参考にして記入していただくのも、いいかなと思います。ここで書いていただくのはですね、2人の時の過ごし方です。朝から正午までの2人の過ごし方、正午から夜にかけての2人の時の過ごし方を書いていただけたらと思います。例えばですね、朝起きて朝食を準備をします。今度2人暮らしなので2人分の朝食の支度になります。でこの時の朝ごはんの支度をどんな風にしていきたいと思うのか、自分が作るのが得意だから自分が作るのか、あるいは一緒に用意をしたいと思うのか、そして、正午から夜の時間の過ごし方、2人とも共働きだったとしたら、家に帰ってくるのはどっちが先に家に帰ってくるのか、夕食の支度を、どのように始めるのかといったこともあるかもしれません。いきなりもし思い浮かばなかったとしたら、無理に埋めなくても構いません。こういう考え方もあるんだなっていうことを頭の片隅に置いて、日常生活を改めて過ごしていくことで、ふとした瞬間に食事を作ってる時とか、夜寝る前ですとか、そういった時に、あ、
今この瞬間2人だったらどんな風にしていたいかなっていう視点が頭の中にできると思いますので、またその時に思い浮かんだら随時書き足していくということでもいいかなと思います。未来の暮らしを作る2人暮らし編、はい、だんだんとフレームの中が埋まってきました。次はですね、2人暮らしの生活で言われたら嬉しい言葉、味わいたい感情はどのようなものですか、イメージしながら記入してみてください。この一番下のところですね、味わいたい感情というところです。これはですね、まあ、例えばですけれども、ほっこりした時間とか、自然体でいられるとか、そういったものでも構いません。で、言われて嬉しい言葉というのはですね、美味しいご飯を作ってくれてありがとうとか、そういった言われたい言葉でも結構です。はい、いかがでしょうか。こういったものも、ぜひね、記入してみてください。はい、ここまでで未来の2人暮らしというものが一通り、埋め終わったかなと思います。書いたものをですね、改めて見返していただけるといいかなと思います。その時に、見返した時にですね、見るべきポイントは2つあります。1つ目はですね、継続性です。ある日の1日というものを2人暮らしで描いてみた時に、このある日の1日というものがずっと続いたら嬉しいと思えるかどうか、1年後も5年後も10年後もこういう2人暮らしだったらすごくいいなと思えるかどうか、直感的で構いませんので、ちょっとこのフレーム書いた内容が5年後10年後どうなってるかなっていうのをちょっとイメージしていただいて、長く続いたらいいと思えるんだったら、きっといい内容が書けてると思います。2つ目は等身大の自分というところです。最初に一人暮らしの自分というものを書いていただきました。一人暮らしの時に書いているその自分の暮らしと、それが二人暮らしになってからの自分というところで、自分が等身大でいられるかどうか、自然体の自分でいられるかどうか、これをぜひ見比べていただきたいと思います。それで書いてみた時に、二人暮らしの生活の中での自分の立ち位置というものが無理がないかどうか、すごく頑張りすぎていないかどうかっていうところを見ていただいて、それがもしないのであれば、一人でもとても快適で自由な暮らしだけれども、二人暮らしになったとしてものびのびと自分らしく暮らしが描けているというのであれば、とても等身大の二人暮らしを描けているということだと思います。これはですね、この一回書いて終わりということではなくて、このフレームワークは、どんどん、書き足していったり書き直したりして、より自分にとっての本当に結婚したいと思える理想の二人暮らしに近づくように、どんどんアップデートして見直していかれるといいと思います。それではですね、ここで再び、先ほどのエクササイズです。理想の暮らしでデザインする2人の未来ストーリー、どんな人と結婚したいですか。相手に望む結婚相手の条件を3つご記入ください。これは2回目ですね。さっき書いたのとはまた別に、新たに、理想の結婚相手の条件というものを、書いてみてください。先ほど実際に理想の2人暮らしというものを書いていただきました。それを踏まえた上で、改めてどんな人と結婚したいのかを書いてみていただけるといいかと思います。ではですね、実際に書いてみて、1回目に書いた結婚相手の条件と2回目に書いた結婚相手の条件を、見比べてみてください。実際に書いた内容を見比べてみて、プラスの変化や気づきはありましたでしょうか。等身大の自分のまま、2人で暮らしていける、そういった条件にかなう、項目をもし描けているなら、とてもいいことだなと思います。それではですね、最後に、日常の中でできる2人暮らしのイメージ力アップ、実際に2人暮らしというもののイメージ力を高めていくためにおすすめの方法を、3つご紹介します。1つ目はですね、既婚者夫婦のお話を聞くということです。やはり実際に結婚した方々の話というものには、リアルなその生活を通じて得た、2人ならではの幸せとか気づきがあると思うので、ぜひ積極的に聞いてみていただけたらと思います。もしですね、周りに参考にできる既婚者の夫婦がいないということでしたら、東京都の行っている結婚支援ポータルサイト
東京2人ストーリーというサイトがあります。こちらにではですね、様々な実際に結婚した夫婦の出会いとか様々なエピソードヒントが載っていますので、ぜひですね実際にホームページを見て参考になさってみるといいと思います。こういう理由で出会いに至ったんだとい こう意外なエピソードもあったりして、とても見ていてイメージしやすい内容になっています。2番目はですね、テレビや映画や本の中での実際にこういう結婚がしたいっていうものをですね、ビジュアル面で見ていただくのもおすすめです。3番目、結婚後住みたいエリアに足を運ぶということです。やはり結婚というものは生活とすごく直結していますので、実際に結婚したらどんなエリアに住みたいかっていうところに足を運んでみると、かなりイメージを強化することができます。東京都もですね、そのどのエリアに住むかによってその街の風景全然違います。本当に違いますので、ぜひですね休日の気分転換を兼ねて結婚後に住みたいエリアということでいろいろな街を散策してみて見るといいかなと思います。2人暮らしのイメージ力をアップする3つの方法をお伝えさせていただきました。と言いますのもですね、なかなかその結婚したいけど結婚できるか不安って思う方の中には、結婚に対する情報を集めている中で、その中でですねたまたまですけどネガティブな情報を見聞きしてしまったこともあるんではないのかなと思います。そしてまたそういった情報の方が拡散されやすいということもあります。ですので結婚っていうもののイメージを膨らませていくときには、ぜひですねポジティブな情報というものも積極的に集めて、暮らしのイメージを強化していくっていうのがいいのかなと思います。ぜひですねこれからは、理想の2人暮らしというものをですね、身近に結婚している人に話を聞いたり、ポータルサイトを訪れてみたり、テレビや映画を見たり、あるいはですね結婚後住んでみたいエリアに実際に足を運ぶなどして、実際の2人暮らしというものをイメージしてみていただけたらと思います。以上ですね、2人暮らしというものをずっとお伝えしてきましたが、最後にまとめです。等身大の自分というものを大切に2人暮らしを描くのがおすすめです。背伸びしない、無理しない、自分らしくいられる自分というものを起点に2人暮らしを描くと、プレッシャーなく、未来というものを描けるかと思います。そして今目の前にある日常生活、この延長に2人暮らしがあるということです。既婚者はずっと一緒にいたいと思えるかどうかで相手を選んだといったところがありますので、ぜひですね今自分がどんな人と結婚したいかなと、いろいろなその基準というものがあるかと思うんですが、その時にぜひ時間軸というものも意識に入れて、この方とずっと一緒にいたいと思えるかどうか、ずっと一緒にいたいと思える時にやっぱりその心地よさとかリラックスできるっていうのはとても大事な項目だと思いますので、折に触れて自分の描いているその結婚相手への基準条件といったものも見直されるといいかなと思います。ここまで動画をご覧になっていただいてありがとうございました。動画をぜひですねご覧になって、場合によってはノートやペンを用意して、で理想の2人暮らしを描きながら自分らしい未来というものを描いていただければと思います。